こんにちは。大阪で着付け教室をしております。着付け教室あややずです。今日はインスタにアップしたらお問い合わせが多かった、刺繍のリボンで半襟をつける方法、簡単なんですが、文章だと分かりにくいということがあったので、動画にします。したいと思います。そして、せっかくなので、今日はコーディネートしてみました。なかなか大阪もコロナの感染者が増えたっていうことで外に出かけれないんですが、家で妄想着物コーデっていうことで、ピクニックに行くということを想定して、コーディネートしました。で、最初にコーディネート、着物コーディネートの紹介をしていきたいと思います。こちらが、ララポートとかに入ってあるサリューっていうお店のカゴバッグです。私はカゴとかドライフラワーをだいたい10年前ぐらいからかな、コツコツと集め出して、結構今いっぱい部屋にあるんですけど、例えばその七五三の撮影に来た時に、お子さんとかが何個あるんやろって数えて24個とか結構数えて楽しんでたりとか、そのぐらいカゴバッグが大好きです。で、残念ながらお弁当入ってないランチボックスですが、こんな感じでカゴバッグ持ってみたり、これが、今休止中なんですが、ふみこころのふーちゃんが作った、リボン、おめかしリボンです。帯結ばな帯結びの方にも載ってます。で、これがカモシカ着物さんが作った両面がとっても可愛い半幅帯です。で、後ろは帯結ばな帯結びで、ちょっと吉矢結びみたいな感じで結んでみました。で、あとはこの着物は、めっちゃ可愛いフリル着物の作研究所さんのフリル着物、きなりも持ってるし黒も持ってます。と、作研究所さんが大好きで、草履も、3つぐらい持ってます。そして、この指輪は麦わらのヘッドドレスとか作っているちるちるみちのゆうこちゃんが作ったものです。で、あとはハンドメイドで私が作ったこのパールのもの とこのお花のイヤリングもハンドメイドで最近作りました。後ろのヘッドドレスも自分で作りました。おうち時間が増えてるので家でやれることとかをやってます。で、この刺繍のリボン半襟、これは花カフェさんっていうインスタで知った方から購入しました。インスタでなんか洋服とかのこと検索したりすると、私が好きそうなのが広告で来るのか、何で見つけたんかな、それで見つけて、で、1メーターで5センチ幅ぐらいのを買いました。これを安全ピンで留めてるのですが、その方法をやりたいと思います。めっちゃ可愛いです。で、その方法をやる前に、他にも2つこの花カフェさんで買ったんですけど、こんな感じで、そのアンティークの刺繍半襟みたいな感じで、こんなリボンも1メーター買ったり、ちょっと春っぽいなっていう感じで、こんな刺繍半襟を買ったりしました。だいたいまあ3個で4000円ちょっと、送料含め4000円ちょっとぐらいだったかと思います。で、他にもその前々からいろんな方がリボンで半襟はされてたと思うんですが、例えば姫野るみちゃんとかがブログに書いてました。そのブログには、私の買ったところとは別の、リボンのお店で買ったと書いてました。それも読んでもらったら楽しいと思います。で、これまでもたくさん、手芸屋さんで幅広リボン買いました。これとかは千葉センタービルのミキさんっていうところで買いました。すごい便利です、安いし。で、ミキさんはじゃーん、着物庵の2号の、大阪激安ショッピングというところに、大阪の千葉センタービルとか他の店舗とかの詳しい情報が書いてあるページがあるんですけど、そこにミキさんも載ってるかと思います。こんな感じで千葉センタービルの情報が載ってます。
でそこに私も、千葉センタービルではないんですが、彩香さんのページでコーディネートを組ませていただいたものが載ってます。ぜひご覧ください。着物アンです。で、他は湯沢屋でこんな感じのちょっと幅広いですけど折り込んだりとかして使ってて、湯沢屋で幅広リボン買ったりで、あとはロロさんっていう神戸のショップがあるんですが、こんな感じでナチュラル系のリボンが置いてあったり、手芸屋さんに幅広リボンがたくさん置いてあるので、それを使って楽しむのもいいかと思います。本当に初心者さんに向いてるので、はい、刺繍のリボンおすすめです。そしたら、付け方をやってみます。どうぞ。リボンを半襟として付ける方法を言います。まずこのリボンですが、半分に折って中心を確認します。そしてその中心を襦袢の長襦袢の中心に合わせます。でその時に襟の外側に合わせます。多分これは5センチぐらいなので、まぁ、ちょっと半襟が出すぎないように気をつけてかぶせます。そして真ん中に安全ピンを留めて、この布の下の地襟のこの白の襟の上ではなく、その下の布こう生地のところに安全ピンをガシッと刺します。で裏はこんな感じになります。でそれを全部に刺していきます。この内側もかぶせて半襟はつけると思うんですが、普通の半襟はリボンだと片面になります。でここの、白い部分は半襟がついていない状態になると思います。でもエモンのところを上から覗かなければ、全体的に半襟がついている風に見えるし、着物を始めたばかりの方は半襟をつけたりするのが一番手間だと思うので、こういう幅広のリボン、昔からこういうリボンを半襟にされている方は多いのですが、今すごく可愛いリボンが売っているので、それをチョイスしてつけてあげたら良いと思います。でもう最初に襟芯を私は入れてます。それは普通の半襟つけるときも一緒で入れています。ちょっとこれはスパンコールがついてて、ちょっとここ通しにくかったですか。で反対側も同じように、急いでやったら1分以内でつくんじゃないですかね。説明なしでやったら、ほんと急いで半襟を変えたい時とかは便利です。安全ピンも両面につけるより本数が少しでいけます。気になる方は端っこまで安全ピンしといてもいいかもですね。これでこんな感じで前が合わさるっていう風になります。これがリボンの安全ピンの付け方です。付け方わかりましたか？半襟なんですが、他にもいろいろな方法があると思うんですが、例えば、これは私の好きなその江坂の大塚屋さんで買った、レース、グレーのレースなんですが、このレースって、切りっぱなしでもあんまりその普通の布みたいにモケモケならないんです。こんな感じで、普通の布だったらピンキングバサミで処理しておかないと糸が
ビーって出てきたりとかするんですけど、そういうのならないので、それを20センチぐらいで買って、普通の半襟として使います。こう端を折り込んで半襟を、まあ、縫ったり安全ピンで留めたらいいと思うんですけど、これをこう三つ折りにして刺繍リボンと同じぐらいの幅にしたら、刺繍リボンの付け方で付けることができます。できると思います。だいたいこの三つ折りとかして幅を整えたら同じぐらいの幅になるので、これを応用してこんな感じで片面だけ付けたら、着物を始めたばっかりの人もそんなに巻き込んで半襟をつけなくっても、安全ピンでピッピッピッってこう7箇所8箇所ぐらい留めてあげたらできるんじゃないかと思います。だいたい長さは2、ロールで1メーター80センチから120センチのロールで売ってて、それを20センチに切ってあげたら結構まあプチプラで半襟を変えたりとかするので、それをやっています。端の処理はピンキングバサミを使っています。で、普通にその表も裏も半襟をつける方法は、半襟を安全ピンでつける方法っていうのが過去の YouTube であります。一番初めに YouTube を上げたのが半襟を安全ピンだったんですね。4年前ぐらいに上げてます。で、もうちょっと分かりやすくしたのを趣着物さんが、私が妊婦の時に作ってくださったものがあるので、半襟を安全ピンでつける方法もぜひ見てみてください。それはちょっと安全ピン使う量とか増えたりします。またそれもちょっとアップデートした部分とかもあったりするので、今後アップしていけたらなと思っています。はい、ぜひやってみてください。着付け教室あやあやずでした。ありがとうございました。